ロイドご飯の時間がやってきました。はい、どうも、現在東京駅八重洲南口にいるんですが、今日はこれからですね、高速バスに乗って、千葉県富津市の方に向かいたいと思います。今回伺うお店は、以前にもう何年前ですか、結構前に、訪れた以来2度目の訪問となる竹岡ラーメンの梅の屋さん。あの前回実家の方からね、車で向かったんですけども、今回はこの東京から高速バスに乗ってということで、ちょっと途中の景色なんかも楽しみながら行きたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、というわけで高速バス、今国道竹岡という停留所でおりまして、久しぶりに来ましたが、もう後ろはね海で、あそこが停留所になってますけど、目の前が今回の目的地梅の屋さんです。めちゃめちゃもう醤油のいい匂いがします。
通り沿いからね見えないんですが、ちょっと一本入ると脇にそれると入り口がね看板見えてます。あ、はい、ありがとうございます。
はい、というわけで東京駅を出てやってきたこの富津の竹岡ラーメン海の屋さん、大満足でした。もう数年ぶりの訪問、なんかね、ほんと記憶に残る味で、もう醤油色濃いですが、あのね、すごいしょっぱい感じが全然ないんですよ。あー、でやっぱりこのチャーシューね、の分厚さ、今日隣に座られた方もすげえチャーシューだわって多分初めていらっしゃったんでしょうね。でも聞こえてきたりとかしましたが、うまかったですね。もう多分このラーメンは、あのいろんな世の中にラーメンある中でも独自性がもうかなり突き抜けてて、もうここに来ないと食べれないっていうこともあって、いろんなファンの方がね、あの定期的に訪れたくなるんだと思うんですけども、自分も今日ね、これって本当に良かったです。そして、これはあの油分がほぼほぼないスープなので、ベースのスープに、他の常連さんですかね、玉ねぎを別皿で持ってて、あ、賢いなと思いました。あの油分がない分、スープはね、こう冷めてくる速度もやや早めだと思うので、トッピング多めの時は玉ねぎ別皿だとより美味しく召し上がれるんじゃないかなと。いやー、これね、まあ、食べたことある方はもう想像できると思うんですけど、もちろんね、食べたことない方ぜひね、ちょっとこう小旅行がてら、皆さん食べてみられて、その後はちょっと近くをね散策、すごい天気のいい日は素敵な一日になると思います。はい、というわけでした。ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた。